皆さんこんにちは。神戸の旬な情報を毎週お届けする最旬神戸です。神戸で行われるイベントやお出かけ情報を担当のスタッフから教えていただきます。神戸では毎週たくさんのイベントが行われているんですけれども、スタッフならではの通な情報をお届けしたいと思っております。第1回目は水道週間のイベントです。今日は水道局水質試験所の白川優子さんにお越しいただきました。白川さんこんにちは。こんにちは。水道週間っていうのは毎年この時期なんですか？はい、6月1日から7日まで全国的にこの時期に行っております。神戸市でも各所で様々なイベントを行っております。へー。これで白川さんは水質試験所っていうところでどんな仕事をしてらっしゃるんですか？はい、私の勤務する水質試験所というところは、水源から蛇口まで、きめ細やかな試験を採取して行うところです。水源から蛇口までかなり長い距離なんですよね。はい、神戸の水道水はきちんといろんなところで管理をされているっていうことなんですね。はい、水質試験所では ISO の9001と17025という2つの国際規格を所属しています。ですから国際的にも水準の高い検査を行っていると思っていただいていいです。まあ、自分で大丈夫ですよって言ってるだけじゃなくって、はい、もう国際的にきちんと第三者から認められたっていうことなんですね。はい、はい、なるほど。あとその水道水を蛇口から出してそのまま飲む人っていうのが、まあ、もしかするとちょっと少ないかもしれないかなと思ったりするんですけれども、その辺はどうですか？はい、水道水は昔からカビ臭がするというイメージを持たれる方が多いと思うんですけれども、はい、実際のところは今神戸市のほとんどの水は、淀川水系の水でして、オゾン活性炭処理というのを行っております。この処理によってカビ臭はほぼ 100% 取り除かれております。そんなことを知ってるのは全然知りませんでした、はい、でそんな水道のことをもっと知ることができるイベントが開催される、はい、ということですよね。はい、いっぱいあるんですね。はい、6月の2日から7日まで、市内のいろいろなところで街頭 PR を行います。水道何でも相談コーナーがあったり、朝顔の種の配布もあります。はい、水道水とペットボトルの水の飲み比べも行います。水道水とペットボトルの水の飲み比べ、はい、そうなんだ。あれ、この方はどなたですか？神戸市の水道マスコットキャラクターの一滴ちゃんです。こちらは？ガールフレンドのミソちゃん。ガールフレンドがいるんだ、いいですね。はい、なんかおっしゃってますけれども、なんて言ってるんですか？ペットボトルと水道水の水の飲み比べをしていただきたいと。あ、そうなんだ。はい、わかりました。じゃあせっかくだからやってみましょう。はい、はい、ありがとうございます。これは、A と B と2つの文字が書いてありますけれども、はい、どっちかが水道水で、どっちかが市販されているミネラルウォーター、はい、ということなんですね。はい、じゃあそうですね、どちらが水道水か、じゃあ一回当てていただきましょう。わかりました。じゃあ、はい、いただいてみます。じゃあ A から。もう全然わかんないけど。いかがですか？もうちょっと飲んでみよう。難しいですねこれ。はい、ちょっと分かんないけど当てずっぽで行ってみます。はい、お願いします。はい、じゃあこっちっていう方をせーので前の方に出しましょうか。はい、はい、せーの。じゃあちょっと正解を一滴ちゃんに聞いてみましょうか。はい、はい、一滴ちゃん、どっちが正解ですか？A か。間違っちゃいました。はい、でも本当に全然分かんないですよね。はい、これでまあ水道水が美味しくないっていうのは思い込みだっていうのははっきり分かりました。はい、ありがとうございます。はい、冷やして飲んでいただくと十分に美味しく召し上がれますし、うんうん、塩素臭が気になる方は、うんうん、一度沸騰してから水に冷やしていただくと、はい、より美味しく飲んでいただけると思います。そっか、じゃあちょっと今度から家でやってみます。はい、ありがとうございます。あと水道水なんですけれども、はい、実はペットボトルの2000分の1のお値段なんです。2000分の1。はい、それはお得ですね。はい、安くて美味しい水道水をぜひこれからも飲んでいただきたいと思います。はい、わかりました。はい、じゃあお願いします。はい、それからもう一つイベントがあるそうですよね。はい、そうです。はい、6月の4日と5日、土曜日と日曜日なんですけれども、
奥平の浄水場で、水に関する、PR イベントを行います。どんなことをするんですか？はい、浄水場の見学ですとか、先ほど行った水の飲み比べもしますし、あと消防車が来て放水作業をしたりもします。水がいっぱいですね。はい。もう浄水場なんてね、普段はめったに行く機会がないので、ぜひこの機会にどんなところで水が流れているのかっていうのをね、ご覧いただきたいですよね。はい、はい、またこの日は同じ場所にある水の科学博物館も無料で入場できますので、お子様も連れてぜひお越しいただけたらと思います。わ、はい、かりました。今日は水道局の白川さんに水道週間のイベントについて教えていただきました。はい、白川さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、すいません。はい、もう一つ PR させていただきたいんですけれども、はいはい、すみません、こちらですね、阪神間の5つの水道事業体で連携して広報活動を行うプロジェクトが発足しました。カーナプロジェクトと呼んでいるんですけれども、地下鉄ですとか学校にこちらのポスターを貼って水道のことを PR しています。これからも水道水、安心安全で美味しい水を飲んでいただけたらと思います。はい、白川さん一押しの水道水、ぜひ皆さんも飲んでくださいね。さて、来週は須磨離宮公園の花菖蒲鑑賞会の話題をご紹介します。ぜひご覧ください。それではまた来週。